ごきげんよう、タコボンドです。そしてこの光景、どんどんこの拠点が恐ろしいことになってくるんだけど、まあ、こうやってドラゴン3体並べてみたけど、そしてここにフェニックス設置しとこう。さあここから見る景色、もうこれで拠点が襲われる心配はないね。いやだいぶでも捕まえてきたな。この際は大丈夫か、勇気あるな。ドラゴンの真下に、お、草食べてる。ドラゴンの真下で草食べるなんて勇気あるな。よし、とりあえず今回砂漠エリアを見つけたんで、その砂漠の場所に行ってみよう。マップからまあ、こっちの方だね。こっちの方行ってみよう。あ、見えてきた。だいぶ近づいてきたよ。さあここには何がいるんだろう。生き物はどうだ。あ、いるいる。まあ、下見したのはここら辺までだけど、まだ向こうの方行ってないからちょっと行ってみよう。なんかでも骨みたいなのあるぞ。巨大な骨が。あれはなんか飛んでるけど、あれは普通の生物か。おお、そして砂漠で雨が。ここでも雨降るのか。待って、なんかいる。早速なんかいるぞ。ポケモンとかも結構多いね。あれはなんだ。おお、また強そうだな。ステータス今回もやばいね。あれは海竜だ。狙っていこう。早速狼と戦ってるね。よし、とだ、当たってないね。もうちょっと近づこう。多分あいつも一撃で倒してくるから、そこを気をつけてね。近づいて、いや待て待て、この狼もなんかおかしくないか。すごい、こいつも神だ。やばい、ちょっと近づきすぎた。ここまあ結構いるね。神同士で戦ってる。2匹ともまあ捕まえていこう。よし、これで当たってない？いや、当たった当たった。あとはあの狼だけど。あれ？これで、これで2匹とも倒れた。来たぞー。おお、近づいてもう大丈夫だよね。2匹同時ゲット。なんか光ってるね、この狼。さっそくマスターボール2連続やっていくか。初のマスターボール2連続。さあ行くぞ。はっ、よっ。さあ来た、マスターボール2連続。これはどうなる。よし、1匹目。おお、2連、2匹同時ゲット。いたねー。2匹同時召喚やっていくか。今度は上に空高く投げて、もう1個も投げて。おお、後ろ、後ろだったか。おお、でも来たぞ、2匹ドードレックスって感じか。そして王冠、なんか冠被かぶってる。このドードレックスなんかはメタルボディだな。そう、やっていこう。何かいないかな。ここら辺でも生き物がいないな。お、早いな。でも動きが、こうやって吠えることもできるんだね。そして何か餌ないかな。やっぱ最初はお腹空いてると思うから、何か餌が、いたいた。よしよし、食べよう食べよう。ほっ、よいしょ。おお、いいねいいね。海なのに結構動き早いね。海でも活躍できそうだ。
こら辺のサメとかより早いんじゃない？そしてサメも食えるよ。いいねいいね、やっぱ一発か。強すぎな、やっぱどいつもこいつも。おっ、空気吸わないと。よしよし、吠える攻撃もまあしていこう。これ攻撃なのかな。なんか来てるよ。よいしょ。あれ、あ、倒した倒した。おっ、あれ意外とこの吠える攻撃一発じゃ倒せないんだね。なんか寄ってきてるけど、お、倒したか。まあ、吠えるだけで倒すっていう時点でやばいけど。待って、向こう戦ってる。これはみんな喧嘩はやめるんだ。吠える攻撃で教えてあげないと。さあみんな仲良くしよう。すごい倒しちゃってるけど。そしてなんだ、なんか動きが遅くなった。粉まみれになってる。やりやがったなこいつら。喧嘩を止める言おうとしただけなのに。あとなんかいる、ラプトルが。よし、これで喧嘩は収まったね。いや今日いいことしたな。今日もいいことしたよ。じゃ、こっちの狼、すごいピンクだな。この狼はどういう感じなんだ？あれ、なんか勝手に動く。勝手に動くぞ。あれ、待って、なんだ？なんか、浮いてるぞ。どういうことだ？歩いてる。空中を歩いてる。こういった能力持ってるのか。あ、なんだ？なんか攻撃もなんかすごそうだね。そして速さは？お、速い。移動手段にも活躍しそうだね。戦ってみよう。おお、やっぱ当然一発か。こういうことなんだね。あれ？待って、向こうに今度は水色バージョン、色違いだ。色、このイノムは寝てるのかな。何もしてこないけど。あれ、イベントリー、あれ、やばい、やる気か、おい、一発だぞ。わしよ。よし、気を取り直して。色違いの方も捕まえていこう、せっかくだし。よし、ここら辺から。よし、来た。なんとか来たね。なんかいる。来たぞ。待って、こいつは伝説のゴミか。マスターボールがもう1個しかないけど、まあ、これ使っちゃうか、最後の1個。もうこの気絶してる時点で浮いてるんだけど、やっぱこの色違いの方も浮く感じかな。おー、よし、ゲット。さあどうだ、来た。おー、かっこいい。早速じゃあこの色違い、やっぱ浮いてるね。この崖の上の方も一応見てみよう。何かいるかな。お、いたいた。今度黄色バージョンがいた。結構いろんな色がいるね、この狼。やばい、来るか。いや、普通に落ちてったぞ。浮かないのか、こいつは。野生の状態だと浮いてこないのかな。崖の上の方結構いるね、この狼。
こら辺に結構生息してるんだね。色はでもこの3種類ぐらいか。黄色もじゃあついでに捕まえときたいな。3種類揃えたいな、せっかくだし。さっき落ちてった黄色の狼捕まえていこう。え、でもマスターボールがもうないんだ。肉でテイムできるかな。あ、なんか来てる、なんか来てるよ。あ、仲間か。あれは仲間のやつだね、さっき捕まえた。なんか仲間の狼が地上に戻れなくなってるけど。まあ、向こうのあれも捕まえていこう。よーし。ちょちょいといけるね。ただこれ、肉でいけるかな。肉、あるね、少しだけど。これで、お、食べてる食べてる。早い。早いぞ。一瞬で仲間になれた。おー、これで3種類揃ったぞ。ちょっとでも黄色い方がでかいね。いや、今回結構捕まえたよ。ただ一匹が降りてこないんだけど、あの一匹どうすればいいんだ。飛びながらいけるかな。一回気絶させてみよう。これで、あ、降りてきた。降りてきた。これで回収できる、とりあえず。一回マスターボールに戻して、もう一回出してみたらどうなんだ?あ、戻ったね。待って、向こうの方にも何かいるぞ。なんか落ちてった。あれなんだ、海竜が丸まってる。結構賑やかだね。倒されてるし。おお。ここもここでなんか神生物がいろんな種類いるね。あれもなんか、あれなんだ、あれ?仲間じゃなかった。敵だったか。アイテム回収して。いや、でも仲間の、あれ仲間か味方かどっちかわからないけど、多分仲間だよね。なんか下の何かと戦ってるけど、あれなんだ?お?待って、あそこで死んだから仲間が戦ってるね、結構。ということで次回、なんとかしていこう。チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。